校行きますね。何々ないでという言い方を勉強します。はい、え、何々ないでっていうのは、あ、意味は without doing something、without doing something という意味になります。で、フォーメーションはショートフォームのネガティブですね。ネガティブのプレゼントテンス、ないフォームを使いますよ。ないフォームを使います。ね、はい、大抵それをしますけど、その時はそれをしないでという意味ですね。はい、without doing something という意味ですけど、で、大抵それをするけど、その時はそれをしない時に使います。が見てください。できますかね。はい、大抵この男の子は何時に朝ごはん食べますか。うん、そうですね。大抵7時半に朝ごはんを食べます。大抵7時半に朝ごはん。はい、でも今日は何時ですか今、うん、8時ですね。ですから時間がないです。時間がないですから、学校に行きました。学校に行きました。